2020年オリンピックの招致を PR する日暮里・舎人ライナーのラッピング車両がお披露目されました。これは2020年オリンピック・パラリンピックの東京招致を成功させようと行われるものです。今日はエンブレムをつけた5両編成の車両が車庫から登場し、最後の1枚を側面に貼り付ける作業が行われてラッピング車両が完成。早速営業所長の合図で舎人公園駅から出発しました。オリンピック・パラリンピックの招致 PR のラッピング車両は1編成のみで、今日から来年9月7日の開催地決定の日まで運行します。